戦を迎えました。超満員に膨れ上がりましたレッスルマリンピアード93。今日は湾岸にやってまいりました東京米 NK ホールからの放送であります。あ、早くも赤い剣今のを伝っているリング上、トヨタそして尾崎負けておりません。さあ今ゴングが鳴りました。この試合は激しいものになりそうであります。お互いに美人レスラーであります。しかし激しい闘志をむき出しにいたします。火花を散らします両選手の対決、60分一本勝負、今試合が始まりました。激しい動きを展開しております。JWP、まあ、ダイナマイト関西と双璧と言われておりますが、全くタイプは違います。ダイナマイト関西がこうならこの選手は10であります。この尾崎真由美選手のキャラクターというのもなんともね魅力的なんですけども、解説の宮本さんはどうご覧になってますか。そうですね、まあ、この尾崎選手が最初に出てきた時は、はい、まあ、そんなにも印象はなかったような感じですかね。この JWP のこの尾崎選手ってのは本当にこの対抗戦が始まってからですね、もう一番アピールしてきた大きい選手でしょうね。はい、それでまあ今今日豊田選手と対戦してるわけですけども、まあこの豊田山田この2人から3ダブルでタッグを奪ったのがこの尾崎と関西ですから、そうなんです。そういう意味で今日はタッグとはまた違ってシングルで対決してるんですけども、まあそのタクの2連戦をずっと引きずってですね、逆に豊田山田っていうのがやっぱり押し込んだシングルでしょうね。そうなんでしょうね。そういう意味でシングルで改めて、まあ、確認し合って、そういう試合じゃないでしょうかね。はい、今度は内野から相当振り上げます。豊田真奈美ようやく空中殺法は炸裂してまいりました。またいった、なんとですね、もう頭を狙ってますね。頭を狙ったミサイルキックであります。これはもう相当の今日は投手と見ていいでしょう。さあそしてこのままホールで決めるかどうか。カウントは2でした。情け容赦なく頭を狙ってますよ。あっか、もうコーンと音がしましたよ、なんか特にすごいですね。さあ叩きつけた、今度はどうするか。またコーナーに上がった。さあトップから飛んだ、どんどん真ん中に飛んでおります。豊田真奈美一息入れました。おーっとローリングクレードが出ました。これはいいタイミングを使いました。十分に警戒していたはずであります尾崎前に、しかし捕まってしまいました。ローリングクレードル、まず豊田18番が出ました。得意技が炸裂しておりますリング上です。まだ行っている、まだ行っています。まだしっかりと足を絡ましている。いやー、これは続いてますね。今20回転目。ああ、そうですか。いやー、あすかしっかりと数えている、いってますね。終わったらもう一回あの数をね、はい、報告してもらいたいと思います。これは長い、これは長い。もうフラフラではないでしょうか。いやー、長い髪のですね、マットに立ちつけられるようにいたします。30回転カウントが入る。やりました。30回転でしたか。30回転ですよ。驚きました。ロングクレードル、これは見事でした。さあ、一気に決めることができるかどうか。スライディングキック、場外に落としました。一気に決着をつけたいという豊田真奈美。さあここから飛ぶかどうかであります。トップから飛ぶか。さあどうか、おっと追っていく、追っていく、場外に追っていきました。腹を押して逃れました。尾崎真由美であります。そして今髪の毛を掴んでリング内に入れました。お客様から拍手が沸き起こっている。60分一本勝シングル対決、バックを取った、ジャーマンが出た、カウント入った、2.5、カウント2.5。ちょっと私ピンチを迎えました。初めてのピンチでしょうね。大ピンチですよね。はい、
さあしかしこの辺りから粘り強い、これを信条としておりますのがまた尾崎真由美であります。踏み込んでいく豊玉奈美、さあどうするか、おっと突き落とした。今度は尾崎が行く、尾崎がどう飛ぶか、尾崎が飛んだボディであります。強烈ミサイルが炸裂、トローマーどうか。いやー絶対のピンチかと思いました。しかしまたあっという間反撃体制を取っております。おっとっとっと、おっとっとっと、今うまくかわしました。いやジャパニーズオーシャンの体制でした。十分この辺りを読んでいる尾崎真由美、まあやはりあのジャパニーズオーシャンかサイクロンか、この辺りを当然狙っているでしょう。このまま行くどうでしょうか。カウントは2です。カウントは2であります。決まりません。そろそろお互いに自分の持っている決め技を繰り出してくるところであります。叩きつけておいて、さあ今度はコーナーポストに上がった。これからどうするか。インスタント一回回転、これは空振りであります。いやーバックを取った。さあどうか、これはカウントスープレックスはどうか、うん、これもカウント2、大技が炸裂してまいりました。リリー上であります。さあスープレックスの応酬か。今度はうんっとっとっと、ちょっとあの尾崎ね、今あのトップロープに上がろうという時にややあのバテンと言いますかスピードがありませんでしたもん ね、 ね、これを見てすぐにおーっと場外でやっている。これは驚きました。場外で大技。さあ豊玉の身、右手を突き上げた、歯にアピールいたします。これはすごいぞ。ここから一気に飛ぶか、強烈に飛んでおります。さあこれは尾崎どうでしょうか、うまく受けたんでしょうか。いやーやはり相当効いてますね。髪の毛を掴んでとどめを刺すべく今リングラインに入れました。尾崎が後ろから追っていく、いや豊田が追っていく、髪の毛を掴んでいる。そして叩きつけておいて、ここから最後だ。これでとどめを刺せるかどうか、三井か。これが尾崎真由美であります。簡単にはカウント3を取らせません。粘りに粘っております。尾崎真由美の真骨頂。そしてこのままどうでしょうか。さあ最高、いやこれもダメ。簡単には決着がつきません。いや尾崎のテキーラサンライズも決まりませんね。そうですね、お互いにもうね自分のもう持っている最大の技を繰り出しておりますが、これは決まりません。さあ今度は尾崎どうするか。一気に飛んだ、うまく足を使った、うまく足を使いました。これは効いている。いやー取り違っています。失点抜刀という感じになりました。尾崎前にここは大きなチャンスだ。さあいよいよ